大都市推進担当部長吉野典明様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介を預かりました、横浜市で温暖化対策を担当しております吉野と申します。今日はアースアワーというのはですね、温暖化防止に関係する、キャンペーンです。で、なぜ横浜市がですねここにいるかと申しますと、横浜市と WWF ジャパンがですね一緒になって、横浜の温暖化対策を進めていこうということで、ちょうど先週なんですけども、協定を結びまして、一緒に取り組んでいくことになりました。で、今日のこ の, イベントについてももちろんそ の, 連携の取り組みの一つということでなります。今日は WWF ジャパンさんだけでなくですね、普段から横浜の杉に行きました、ゴミ ゴミを減らそうというキャンペーンですね、今一緒にやっていただいてます。マニアさんにも来ていただいてありがとうございます。で、今温暖化対策ということなんですけども、震災以降ですね、やっぱりちょっとたるんでしまってんじゃないかというかですね、もうちょっとブームは終わったんじゃないのみたいなことを思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、決してそんなことはありません。温暖化はですね、日々進行しております。で、本当にですね、もう取り組みはですね、皆さんの私たちの本当に一つ一つ の積み重ねでしかありません。で、今日ですね、ここに来ていただいている方はですね、普段だったら例えば家で電気をつけて暖房をつけているかもしれませんけども、こうやってこの電気を消して暖房を消してですね、こうやって出かけていく、そういうこと自体もですね、自身が一つの温暖化対策を求めているということでですし、本当にいろいろまだまだ身近で、できることがたくさんあるんじゃないかと思います。で、今日の朝はなんですけれども、横浜市の呼びかけもありまして、この港未来21区を中心とするところでですね、50近くのですね施設の皆さんにご賛同いただいてライフラインに協力いただくことになっております。今日ここからはちょっと見えにくいですけれども、いわゆる横浜三島と言われている県庁さんですとか、あと税関、横浜税関、それから、開港記念会館ですね、この3つの塔ですとか、ベイブリッジさん、翼橋さんとか、その辺りにですね、消していただくことが大事なお店を出してもらうことになります。で、今日皆さんもぜひカウントダウン参加していただいて、この横浜からですね、世界に温暖化防止に向けたメッセージを、発信しましょう。今日はよろしくお願いします。吉野さん、ありがとうございました。たくさんお話がありましたけれども、今日皆さんここにいらっしゃる皆さん一人一人がこの大きな環境イベントのチームの一員です。一緒に盛り上げてくださるようにお願い申し上げます。はい、では続きまして親善大使の挨拶に移らせていただきます。筒井事務局長、吉野様、ありがとうございました。さて、オープニングでも少しお話ししましたが、今年のアースアワーはアースアワーのイベント会場である横浜市をホームタウンとして活動をしているプロサッカーチーム横浜 F マリノスが日本の親善大使に就任し、アースアワーを盛り上げてくださっています。そこで今日はなんと横浜 F マリノスからも試合を終えたばかりの水沢球技場から、下平拓海選手、斉藤学選手がこの会場に駆けつけてくださいました。皆様大きな拍手を迎えください。横浜 F マリノスの下平拓海選手、斉藤学選手です。よろしくお願いします。この度は親善大使就任ありがとうございます。では少しお話を聞いていただきます。ではですね、たくさん質問があるんですが、まずこのアースアワーという取り組みは世界中で地球温暖化や環境保全に向けて団結しようというものなのですが、お二人が普段から心がけている環境への取り組みはありますか？じゃあ斉藤選手お願いします。はい、こんばんは。風でよかったです。ありがとうございます。日頃から、やってること、マイバッグを持つ感じですかね。素晴らしい。